絆をお送りします。エロスイのトレーナーと言わずトリーナーと呼びます。訓練するのではなく、家族や友人のように彼らと遊び、世話をし、励まし、励まされています。一番知りたいのは、どうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは、今気持ちがつながったと思える一瞬。その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくて、このショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を照らし、アシカの気分で人を観察。これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともに、ゆっくりお楽しみください。皆さん、こんにちは。マミです。ありがとうございます。マミはもうショーに出てね、長いベテランのアシカになります。で、女の子のアシカです。これから皆さんの方にある青い台まで一緒に泳いでいくので、マミの泳ぎを見ていてください。じゃあマミ先に入ってるから、後からついていくね。ここに上がって、もう一度上がれる。そう、 OK、 着いたね。どうですか、近くで、ね、見るとでも大きいです。マミはこのひげを皆さんよく見てください。丸くなってるのがマミの可愛いところです。で、マミ、マミはもうベテランなんでいろんなことができます。今は片方の、ね、足で皆さんに挨拶してましたけど、今度は両方の前足を使って、はい、握手もできます。そういいよ。マミとね、僕あんまりコンビを組むことがないんですけど、やっぱベテランなので大人相手もね、大きく答えてくれるんです。で、マミで、マミの皆さんとっておきの可愛い顔出てください。先に注目です。じゃあ皆さんに見せてくれる。はい、マミでーす。わかります。マミね、その素直なこともできるんです。いろんなことができるんですけど、今日はステージにね、他のメンバーも来てくれます。マミと同じね、オタリアっていう種類の子と、そして新人のメンバー、南アメリカオプスイク別の種類の子が来るので、皆さんよーく見ていてください。じゃあ大きな声で呼んでみるよ。いいかな。トントロライラー、はーい。よし、じゃあ僕たちもステージに戻るよ。よし、そろそろ行くよ。ダイナモ先輩たちと遊びに行こうね。こっちだよ。よし、ダイナモ行こっか。トトロについてこうね。全然聞いてない。こっちだよ。行けね。行け行け。おいで、ダイナモおいで。皆さんちょっと待っててくださいね。こんにちは、トトロです。ダイナモ行くぞ。皆さん、皆さんにバイバイしてみようか。そうね、バイバイ。こんな感じでちょっとセクシーなトトロ、皆さんよろしくお願いします。すごいトトロらしさが全開でしょ、ね、皆さん、ライラは去年の8月31日にエロスイに来てくれました。なのでコンビを組んでようやく1年が経ちました。で、この1年間は本当にライラと初めてのことだらけで、どうやったら魚を食べてくれるかなとか、あとはね、さっきみたいに抱っこできるかなってね、すごいたくさん考えました。で、一番最初にライラと一緒にできるようになったのがこれです。皆さん見ててください。よし、いくよ。皆さんにお願いします。ありがとうございます。最初にできるときね、本当に嬉しかったんです。えら、よかったよ、ありがとう。こういうライラできるようになったよね。だいぶ得意になってきました。ね。
そう、まだまだ新人なんでね、ライラできること少ないんですけど、マミはベテランなだけあってかっこいいことができます。じゃあ行くよマミ。はい、後ろ足を持ち上げて、そう、すごい安定感ありますよね。さらにここからマミは歩く。すごいかっこよかった。よかったよマミ。トトロはかっこいい良さよりも可愛さで勝負します。トトロなんと投げキッスができます。見ててくださいね、トトロの可愛い投げキッス。じゃあ準備して、投げキッス。いいね、トトロ上手。やっぱ先輩たちいろんなことできてかっこいいですね、うん、で、ライナも最近ね、新しいことをね、どんどんね、練習中です。最近やってるのが、前足を振って皆さんに挨拶をすること。ちょっとね、できるかすごい不安なんですけど、ライナと一緒にやってみます。見ててください、出るかな。はい、振って、お、いいじゃないか。オッケー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 、いいねー。やっぱ波は滑らかだね。でもライナも気持ちなかったけど、だいぶね、だいぶ進みました。よし、じゃあ今日はね、このメンバーが揃ったところで、みんなで一緒にダンスをしてみます。同じ動きで息を合わせてみるので、皆さんよく見ていてください。じゃあトトロとライラ、準備はいいかな。トトロはいいよ、ライラも OK です。よし、じゃあマミも一緒にやってみよう。ライラ行くよ、行きます。まずはライラみたいにお辞儀から。はい、あれトトロやってないね。じゃあ今度は回るよ、待って。じゃあ一度だけ、はい、一緒に、一緒に、よいしょ。じゃあ移動して、ちょっとゆったりなところが遅れてるかな。ちょっと待ってるかな。じゃあタッチするよ、はい、タッチ、タッチ、はい、はい、ボール、はい、できた、はい、よし、ここでいいよ。じゃあみんな次は僕たちの真似をしてね、後ろ向いちゃうけどよく見ててよ、見ててね、はい、よいしょ、反対側向ける、はい、はい、はい、いやー、あれらもいい感じだね、いい感じです。よし、じゃあ次はみんなで首を振ってみよう、はい、首を振ってお上手、ほっぺに、ありがとう。じゃあみんなトトロの方に集まって、じゃあ3頭で待っててくれる、ここで待っててね、まだだよ、離れちゃうけど待ってよ、まだだよ。皆さんこれすごい苦手です、ライダー呼ぶよ、あれトトロ死ぬだったね、待って、お、なんだね、よし、じゃあ最後も決めよう、はい、のところが苦手で僕のとこ来ちゃうんですけど、今日ね、しっかりと一投で待つことできました。よかったよ、ありがとうライダー。今日はのんびり屋さんのトトロらしさがいっぱい出たショーでした。ちょっと音から遅れちゃったんですけど、でも最後までちゃんと答えてくれました。よかったよ。じゃあマミ、僕たち先に帰ってます。はい、またね、またね、皆さんまた遊びに来ます。ありがとうございました。よし帰ろう。じゃあトトロも帰ります。ありがとうございました。バイバーイ。すごい楽しかったね、マミ。トトロはね、ゆったりしてたんですけど、マミは機敏なので、僕らにも上手に答えてくれてました。よかったよ。さあ、今度はイルカたちの番です。今日はミレニーが来てくれるよ。ミレニー、すごい声だね。お、姿が見えたよ。ここに来てくれたのがミレニーです。じゃあ、今日はみんなで一緒に回ってみようか。ミレニーも一緒に、はい、回って、上手、いいよ、ありがとう。じゃあマミ、最後ミレニーにチューしてから帰ろう。行くよ、はい、ミレニーに向かってチュー。すごいね、仲いいですよ。ミレニーもありがとう。よし、じゃあこれで僕たち先に戻ってるね。じゃあマミ、これで帰るよ。また遊びに行きます。ありがとうございました。さあ、メンバーが来てくれました。じゃあ紹介はミレニーからいきます。桜木です。もう皆さん名前覚えてる。
かっこいいよとか言って声をかけちゃいます。で、どうやって本当はコミュニケーションを取ってるかというと、手や体を使った合図だったり、あとは目と目を合わせることでコミュニケーションを取っています。じゃあまずはみんなに合図を実際に2つ出してみます。1つ目はお腹を上にしてねっていうのを伝える合図。これはね、今隣でルイとかセーラやってますけど、合図があります。合図は手をグーからパーにすること。これでビーナーがお腹を上にしてくれます。もう一個はジャンプの合図。ジャンプは右手を上に上げるのが合図です。さあ、ビーナーはのんびりしているので答えてくれないこともあるんですけど、息を合わせたいと思います。で、ビーナー目と目を合わせて集中して、いくよ。手をグーからパー、グーからパーでいなくなってしまいました。惨敗です皆さん。ちなみにミーナは江戸水歴29年、僕より全然先輩なので、ちょっとその合図は今はやりたくないよっていうミーナなりのアピールです。さあミーナ、じゃあお腹を上にするのは後でトモロ君にやってもらおう。じゃあジャンプにしよう。ジャンプ、ジャンプだったらできるかな。なんでもかんでもやっぱり言うこと聞いてくれるわけではないので、ここはちょっとお腹を入れするのやめます。ジャンプ、フォー、スリー。さあジャンプは答えてくれるか。リーダーの気分はどうだ。さあ助走に入って、さあどうかな。ためてためて、止まないのか。ためてためてためて、呼吸をしてくれました皆さん。完全に呼吸でしたね今のは。ミーナ的にはジャンプしてるフリをしてたかもしれないけど、ミーナ違う、今日は全然息が合わないな。じゃあちょっともう一回だけジャンプいけるか、大丈夫か。じゃあちょっともう一回、こっちから、スリー。さあ今度の助走の速度はなかなかいい。今度は気持ちを通じ合わせてくれたか。ジャンプ、お腹を水面に打ちつけるジャンプの練習をしてるんですけど、
それをね、ちょっと連続でやってみようと思います。じゃあ今日ちょっとバランス面で練習やっていきますね。よし、じゃあね、こっちにスタートしようか。萩野さん、今日先に3回連続で飛べるかどうかやりたいんで、はい、大体この辺で飛んでほしいなっていうところで1回ジャンプ一緒についてやってみます。はい、まずね、ルイにヒントをあげるみたいです。本当は1回の合図で3回連続飛んでほしいんですけど、1回目では1回なかなかできないので、ちょっとルイにヒントをあげます。じゃあ行きましょう。はい、行ってみますね。じゃあ行くよ、ルイ。さあ、1回目のジャンプはあの右側で飛びます。この4世というのはマリンのお父さん、
おじいさんも江ノ水生まれということになります。まだこの江ノ水から世界中の人から探しても江ノ水だけでしか誕生してません。でマリーはすごく気分屋です。僕がマリーと出会った頃はまだマリー長期はデビューしてたんですが、やんちゃしすぎて勝利出れない状況でした。で僕がトリーターとなってマリーとコンビを少し作る少し前ぐらいから勝利始めました。でこうやってね一緒に組んでるとやんちゃする時ももちろんあります。結構手が抜けます。ただその分マリーはいろんなことができるんです。というのもマリー頭が良くてすぐにいろんなことができるようになるので、マリーが江ノ水で一番いろんなことをできるようになりました。そんなでマリーを皆さんに見てもらえたら一番嬉しいです。なのでこの後マリーがどんな姿を見せてくれるか皆さん見てください。じゃあマリーこの後も2人で息を合わせるよろしくね、頼むよ。誰と誰が息が合ってるのかよーく見てみてください。その後に合図、この合図でイルカが返事をして答えてくれます。ここです。今度は2回クラップ2回合図も2回、今日のお客様全員参加ですごいいい感じです。あれやってなかったら見つけましたよ。一緒にやりましょう、指差しを2回。いいです。ではいよいよ本番、まずは1回クラップして合図聞こえました。イルカの声ちょっと小さいかな。もう1回いいですね、聞こえてきました。もう1回いきましょう。周りの子たち上手だよ、見かけてみよう。せーの。